S4。その中でも S4 アバントをクワトロ社がチューニングして生産したのが初代 RS4 である。1994年にポルシェとのコラボにより完成された RS2 の流れを組み、ボディタイプはアバントと呼ばれるワゴン型のみ設定され、セダン型の設定はない。アウディらしくスポーツカーとしてのチューニングを施しても外観、内装ともに 派手さは、極力抑え込まれているが、左右に 32mm ずつ拡大されたフェンダーと、その中に収められる9スポークの18インチアルミホイールと255、35ZR18 という極太タイヤ、あとに、RS ルックと称され多くのコピーエアローも生んだ、エアダクト付きの専用大型バンパー、アルミフィニッシュされた、サイドミラーなどは、 A4 とは全く異なる無言の威圧感を与えている。パワーユニットは S4 と同じ 2.7LV6DOHC5 バルブツインターボだが、クアトロ社による専用チューニングによって 385PS、44.9kg フォース M の最高出力を発揮する。このパワーを受け止める専用6速 MT は3速、4速を、より、クロスレシオ化し、 クワトロシステムと相まって0時速 100km 加速4.9秒を達成している。なお、このモデルでは前後駆動力配分が50、50とされていた。S4 に比して運動性能が格段に向上したため、ボディ及びシャシーもより強度と剛性を高めるチューニングが行われている。シャシーに関しては、パワーユニットの強化に合わせて、 専用のスポーツサスペンションを採用。最低地上高が標準車に対して 20mm、低められた。それは、コイルスプリングや、ショックアブソーバーの設定が見直されているほか、コンポーネントの一部が、アルミニウム化され、重量の軽減も図られている。また、ブレーキシステムも、フロント 360mm、リア 312mm の、 体型ベンチレーテッドディスクを採用している。内装は、ダークグレー基調に黒革、白革の他に、アルミニウム糸が織り込まれたクロス地を組み合わせた、ハーフレザーの3タイプのシート表皮が選択できた。なお、シート本体は、全席レカロ製であり、フロントは、シートヒーター付け電動スポーツシートを採用している。また、パネル類は、ピアノブラックのか。 リアルカーボンから選択できた。ボディカラーは、下記の6色が設定されていた。2001年6月に、日本において、限定50台が、正規ディーラーで輸入、販売された。左ハンドルハーフレザーピアノブラックパネル内装のみの、設定で、全国メーカー希望小売価格は960万円であった。2代目となった、RS4 だが、生産方式は、 仙台と変わらずクワトロ社がチューニングを行っている。パワーユニットは、独自開発の高回転型 V8 エンジンで、8250rpm を許容しながら 420ps、43.8kgfm の最高出力を発揮する。仙台同様6速 MT を採用したが、クワトロシステムは、初代 RS6 にも採用された。 ダイナミックライドコントロールが搭載された。また通常走行状態でのトルク配分が全40、通夜と60になり、トルク配分の範囲も従来の70,30から30、70から15、85から60,40になった。同時に空転しているホイールには、エレクトロニックデファレンシャルロックシステムが作動して、ブレーキをかけ、空転を抑えて、 LSD 効果を発揮することで、設置性能とトラクション性能を大きく向上させた。ブレーキは、前後ともにドリルドベンチレーティッドディスクブレーキで、F8 ポット、R2 ポットの対抗ブレーキである。2代目からは、ステーションワゴン型に加え、セダン型と日本未導入のカブりオレも用意された。2006年6月28日、RS4。 RS4 アバントを発表。日本には右ハンドル仕様も導入された。2006年8月、RS4、RS4 アバントの今年度の販売予定台数100台を完売したと発表。それに伴い本社に増産を要請した。2012年3月6日にジュネーブモーターショーで B8 型が発表された。販売されるのは ステーションワゴンモデルのみで最高出力 450PS、最大トルク 43.8KGM を発揮する 4.2LV 型8気筒オフシーエンジンが、トランスミッションは7速 S トロニックが搭載された。2013年4月3日、新型 RS4 アバントを同年4月10日より販売開始すると発表。先代と同じく日本には、 右ハンドル仕様も導入された。2014年11月18日、17台限定の特別使用車ノガロセレクションの販売を開始。1994年に発売された、アバント RS2 の誕生20周年を記念した、モデルで、ノガロは、フランス南西部のサーキットの名前である。2017年9月12日、 フランクフルトモーターショーにて4代目となる RS4 アバンを初公開 2.9LV 型6気筒ガソリンツインターボ TFSI エンジンを搭載するこのエンジンは最高出力 450HP 最大トルク 61.2Kgm を発揮し先代モデルに搭載されていた 4.2LV 型8気筒ガソリン自然吸気エンジンと同等のパワーを備えている トランスミッションは8速ティプトロニック、駆動方式はクワトロ。性能は0時速 100km 加速が4.1秒。最高速度は時速 250km。エクステリアは、アウディ90クワトロインスタ、GTO のデザインを参考に、RS 専用のシングルフレームグリルや、大型アインレット、前後バンパー、リアディフューザーを装備。ブリスターフェンダーも採用し、 A4 アバンに比べて全幅は2 5ト、mm、ルワイドになっている。2019年10月2日、欧州にて改良系を発表。ベース車である A4 アバンの改良に伴って、新デザインのフロントデザインや LED テールランプ、強化されたサスペンションやブレーキなどが採用されている。2019年1月28日、発表、販売を開始。 2020年10月13日、改良系を発表。2021年1月以降の発売を予定している。また、限定モデル、RS4 アバン RS25 イヤーズを2020年12月以降に販売開始すると発表。ボディカラーは、r s にアバントへのオマージュとされる、ノガロブルーパールエフェクトで、日本には35台が導入される。 ありがとうございます。